いわく付きの中国製レールガン開発が120連射に成功との情報を入手した。今回は日本も開発しているレールガン開発がどの程度のレベルなのか見てみましょう。日本は洋上試験まで成功させたけど、中国製レールガンは相当なデカ物だし、大電力を使用しなければならないし、小型化する気もないと見られている。そして、中国から海外企業が消えてなくなる日がやがてやってくるだろう。2023年12月9日に出された香港のサウスチャイナモーニングポスト紙によると、中国海軍工科大学電磁波エネルギー国立革新研究所のレールガン開発チームが、レールガンにおいて、玉体を120発連続で発射することに成功させた論文を先月発表したと報じた。その中で、中国のレールガンは、連続射撃中も命中精度が維持されており、他国では、まだ、他に、このような研究成果は報告されていないと伝えられていた。中国海軍工科大学のレールガンは、玉体を、音速、秒速約 340m の6倍となる秒速約 2000m で発射するらしく、同大学の研究チームでは、100から 200km 先の目標に対して、正確に命中すると豪語した。また、本研究を成功させた秘訣として、同チームが発表した論文の中で、レール上の10万個以上の構成要素視点から、同時にデータを集めて分析できる AI システムによって、レールガン上において、精巧な測定と診断ができるようになったから、と主張した。この AI システムは、複雑かつ極限条件となる戦場で作動させるマシーンの中で発生する問題を即座に判断して、それを解決するのに、1000分の1秒単位で判断を下して対処することができるらしく、例えば、レールが多少熱くなってきたなど、さほど深刻ではない問題が生じた場合には、発射を継続させる判断を下す一方で、装置に被害を及ぼす恐れがある異常な高温状態などの問題が予測される場合では、玉体の装填作業を中止して発射しないとの判断を下せるらしい。レールガンとは、電磁気力によって、金属団体を超高速で射出するという、極めて単純な構造の方体で、火薬を用いず、強大な磁場を発生させることで、玉体を射出する近未来的電磁砲とも言われるようなものだ。一般的に大砲から発射される弾丸の威力を運動エネルギーで表すと、重量×速度の2乗で算出されることから、レールガンの破壊力は、榴弾砲などの通常砲弾に比べると、玉体のサイズがはるかに小さいのにもかかわらず、発射速度が非常に速いことから、相当の威力を発揮するものと見られている。さらに、超音速で射出される弾体の射程距離は、通常の火薬を用いる火砲と比較しても、格段に長く、通常火砲の射程が、20から 30km 程度であるのに対して、レールガンだと、150から 200km にも達することが、日本の研究結果でもわかっている。確かに、火薬を必要とせず、大電力さえ確保できれば、低コストでの連射ができ、さらに長射程を誇るという、一見利点だらけに見えるレールガンだが、克服しなければならない欠点もいくつか持ち合わせている。レールガンは、砲身となる電極棒と弾体が接触した状態を維持したまま高速で発射されることから、その時の摩耗によって、エネルギーの損失が非常に大きいとされている。その損失分をカバーするためには、玉体をより高速で射出する必要があり、そのためには、上大電力を要することになり、その結果、砲に接続する電力供給システムが巨大になるという欠点がある。その電力供給システムのせいで広いスペースが必要となるほか、超音速に加速するための距離を確保するのに、上大なレールを要することなど、設置できる場所がある程度限定されることも欠点である。そして、レールガンにおいて連続射撃を実施する際に最大の問題となるのが弾丸と接触している砲身レールが摩耗して損傷することによって弾体の初速が低下するエローションという現象である。このエローションが発生すると弾体の初速が極端に低くなり過去のレールガン研究においても
特に多摩隊が発射される際に設置された初期位置周辺のレールの損傷が最も激しく、撃ち続けるたびに摩耗が進み、初速が次第に低下してしまうため、それをいかに解決するかが課題とされていた。ご存知の通り、日本の防衛装備庁においてもレールガン研究が進められていて、なぜか中国海軍工科大学のチームが論文を発表した。ほぼ同時期にレールガンの120発連続発射実験と、艦艇に搭載した腕の洋上発射実験に成功していたが、これにはどう一体とがあるのだろう。確かに、防衛装備庁では、2023年12月1日、レールガンを海上自衛隊の試験艦アスカに搭載し、10月17日に洋上射撃試験を実施して成功した際の映像を、YouTube の公式チャンネルにおいて公開していた。防衛装備庁が、現在も試験を継続しているレールガンは、総重量8トンで、大きな電源部と砲身部によって構成され、電磁気を発生するレールの全長は約 6M、口径は 40mm と小さく、発射される弾体も小さい。この、長くて、小さな口径の砲身から、弾体を、秒速2297m、約マッハ7、約 8568km の超音速で射出することができ、射程距離も 200km 近いとされていて、中国海軍工科大学のレールガンと比較しても、遜色のない性能とされている。防衛装備庁では、エロ・ション問題を克服するために、砲身レールの素材と電流の流し方の2点を変更することによって解決し、いわく付きの中国工科大学の発表と同じく、120発の連続射撃実験では、すべての弾体の初速において、秒速2000メートル以上を記録して実験に成功したと聞いている。単に、中国側が、レールガンの成果について論文を発表したのは、この防衛装備庁の連続射撃に成功したとする発表に対抗しただけのことではないかと疑っている。もともと、防衛装備庁の砲身レール素材は、導電性が高いことや加工のしやすさから、主材料として、銅を砲身の素材として使っていたが、これを、さらに導電性が高くかつ、摩耗に強い素材へと変更することで解決し、さらに、電流の流し方も、研究を重ねて、瞬間的に、大きな電流が加わることがないような放電方式を開発した。この研究開発によって、弾体の射出前の初期設置付近で発生する、弾体の初速を低下させてしまう顕著な損傷を抑えることができ、連続発射が可能となったのだ。これに対して、中国のレールガンは、論文に、砲身のレールに、特殊技術によるコーティングを施して、安定した性能と砲身の低損傷性を実現していると記述していて、防衛装備庁が、電動性と耐摩耗性に優れた素材の開発と、電流の流し方の工夫によってエロ・ションを解決したのと違い、特殊コーティングだけで摩耗を防げるのかは謎なところである。いずれにしても、中国が、レールガン開発について、日本での進展を意識して注力していることは間違いないと見ていて、日本の自衛隊に対して、あくまで優位性を保ちたいとの意向が手に取るように読めてしまう。中国の真似事をするお家芸はいつものことだから、特に気を止める必要もないと思うが、油断禁物といったところで、日本国内でのスパイ活動的には、十分に注意する必要があるだろう。完全にアメリカが撤退したと見られるレールガン市場において、この開発は、日本と中国、そして欧州連合、EU、トルコ、韓国がリードして進められていくと見られている。その中でも、いち早く、日本のレールガンが世の中に突き出していけば、軍需産業でリードできる日も近くなるため、これからも、防衛省の調達、技術&物流庁 ATLA を、革新として、日本製鋼所とともに、明るい未来を切り開く近代兵器の実現を達成してもらいたい。